皆さん、こんにちは。IT ビジネスアナリストの深田萌です。今回は、萩生田経産大臣の訪米空振り、半導体分野で当てが外れるということについてお送りしたいと思います。その前に、いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、そして通知設定をよろしくお願いします。はい。えー、今回はですね、 昨日に引き続きまして、萩生田経産大臣、渡米の話題に入りたいと思いますで。今回はですね、萩生田大臣の訪米、今回そのジーナ・レモンド商務長官との会談が予定されていたんですけれども、えー、見事、えー、ジーナ・レモンド商務長官とはお会いできたようなんですが、 ちょっと当てが外れたのではないかなというふうに、えー、見て取れます。まずは、萩生田大臣の狙い、日経新聞から読み解いていきましょう。こちらです。こちら、5月3日の日経新聞。日米半導体技術協力、ニナノなど最先端開発、近く合意というね。 この近く合意だけなんかちょっと小さくなってるんですけれども、えー、こちらのニュース日米両政府は最先端の半導体サプライチェーン構築で協力する回線幅が2ナノより進んだ先端分野での協力や中国を念頭に置いた技術流出の防止枠組みづくりなどで近く合意する。 米中対立を背景に半導体は経済安全保障上の重要性が高まっている。台湾税などの調達を依存する危機感から日米提携を強化するというね。まあこういうニュースで、まああの日本の狙いとしては、まあ アメリカが持っている2ナノメートルのプロセス幅で製造できる半導体の技術に関してのその協力ができませんかと。IBM さん進んでますよね。ぜひぜひ教えてください。技術というね、そういう、あの、根端があったということとですね。 このニュースの中で、台湾依存に対する危機感っていうのがですね、急にこのキーワードとして浮上してきてるわけですよ。この日本のその政策、すべての技術を台湾に上げて、すべてのね、半導体助成金予算、全部台湾税に突っ込んでというね、こういうことをやってきた日本政府がですね、急に台湾依存に対する危機感が、 えー、抱かれたのかというと、ちょっと疑問があるんですよね。えー、それと、まあ、台湾依存はダメだよねと。やはり、日本は独自のサプライチェーンを構築しているんですよ。九州、熊本の TSMC は日本だから大丈夫ですよっていう、そういう認識を持っているのが萩生田大臣かもしれません。で、今回の、その、萩生田大臣の目的はですね、 決して自分たちは台湾に依存しているわけじゃないんですよというアピールをアメリカにやしにやってきたと。なぜそれをしないといけないかというと、アメリカ側からすると、半導体不足の犯人、間違いなく台湾 TSMC が引き起こしているというね、まあ、そういう認識なんですよ。それなのに 日本政府は台湾にせっせと金と技術を流し続けて、一体こいつら何をやっとるんだというふうな認識のところ、えー、韓国がすっと、えー、アメリカの方にすり寄ってですね、えー、韓国はいつでもアメリカに協力する準備ができています。もう一年前から半導体分野ではアメリカに協力しています。よかったら韓国にも来てくださいということで、今度の バイデン大統領の東アジア訪問。なんと、日本より韓国が先。日本は後回しにされてしまったというね。これ半導体分野に対、関する失策続きで、日本はアメリカとの関係、韓国よりも下に下がったというね、こういう状態になっているんですよ。でそこで、まあ、萩生田大臣の狙いはですね、まあ、今回は、韓国外しの話をしに来た。 といいう噂が流れていますでこれはなぜかというと、あの韓国を叩いて、えー、台湾を強くするというのがですね、今の日本政府経産省が行っていることの流れなんですね。で、それはなぜ、えー、韓国の半導体を叩いて、えー、台湾を助けたいかというと、結局は日本政府、 中国一人が地を目指しているんです。台湾経由で中国に半導体技術を流し台湾を西側,西側諸国のね入り口のような雰囲気を保ちながらその台湾のその立場を利用して僕たちの仲間なんだよと言いつつ中国を助けるとね。 台湾と中国は戦ってますから、台湾大丈夫だよと言いながらですね、台湾経由でいろんな軍事技術が中国へ流れていっている。この構造を維持するために、どうも経産省は頑張っているようなのです。で、今回のその萩生田大臣の訪米なんですけれども、まあ、あの、全部失敗だったとは思わないんですよ。まあ、半分ぐらいはうまくいったんじゃないのかなと思うんです。まあ、成功した分野といえば、 まあ、グランホルムエネルギー長官との会談で、えー、ここは、その、そもそも、まあ、日本もアメリカもですね、グリーンエネルギー利権では同じ方向を向いているんですよね。なので、あとはそのね、えー、ロシアとウクライナの関係で、えー、ロシアに制裁を与えたいというね、この辺の考えも一致しているので、ここは、えー、丸く収まったというふうに考えられます。ただし、失敗。 いっぱいだったのは、まあ、ジーナ・レモンド商務長官との、えー、話し合いでは、多分、その、萩生田大臣の、その、ゴールには達することはできなかったんじゃないのかなと思うんですよ。で、それがですね、ちょっと表情にも出てるんじゃないかなと思います。こちらはですね、えー、グランホルムエネルギー長官との会談の時の写真。これ、経産省が提供したものです。 でこちらはですねジーナ・レモンド商務長官との会談の時の写真なんですけれどもこれちょっと見るとあの考えすぎかもしれないですけどね考えすぎかもしれないんですけれどもちょっとグランホルム長官の時はちょっとリラックスした笑顔ですよね。でレモンド商務長官の時はですね ちょっとややちょっとこう表情が硬いっていうね。まあ、そういう、えー、雰囲気に見えますけど、まあ写真っていうのはね、一瞬のその瞬間を切り取るものなので、それで全てを語れるわけではないんですけれども、まあ、やや表情が硬いし、まあ確かに、レモンド商務長官との話し合いで、えー、彼の望みっていうのは全く達成することができてないのは間違いないなというふうに思います。 やはりこの萩生田大臣の狙い、これまで TSMC をこう、どん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 推進してきた。TSMC でいいんだ。台湾でいいんだ。これが儲かるんだということですね。誰が儲かるのかは知りませんけれども、これがいいんだということで、どん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 推進してきたと。ところが気がついて冷静になってみるとですね、アメリカ政府、特にレモンド商務長官はですね、 TSMC が国家安全保障上の危機をもたらしているというふうに発言してしまったぐらいなのに、その人たちから冷たい目で見られているということにもしかしたら今更気がついたのかもしれません。そこで、えー、自分たちは脱台湾を目指しているんです。脱台湾を目指すために最初に台湾に依存するんですっていう、そういう言い訳をしに来たのではないかなというふうに思います。 で、そのね、そしてついでに IBM の2ナノ技術欲しいなっていう感じでやってきたんじゃないのかなというふうに思いますが、この今回の、えー、萩生田大臣の訪米、えー、商務省ですね、アメリカの商務省側の発表を見ると、今回の萩生田大臣の狙い、県もホロロに撃沈したという雰囲気ですね。そういうことがね、もうすごく 見て取れる発表がアメリカから出ています。この商務省発表資料の分析については、えー、メルマガで詳しく配信しますので、よかったらメルマガの方を登録してご購読ください。えー、こちらですね。えー こちらの、えー、https://fumi.com00186 深田萌えの世界と IT のやばい話で、えー、今回の商、えー、務省の発表が、えー、萩生田大臣の狙いとずれている。 どうも、萩生田大臣。オウンゴールには達成できなかったようだね。ということについて分析記事を配信しますので、よかったらご登録ください。こちらのメルマが登録のリンクなんですけれども、えー、説明欄の 中にリンクを貼っておきます。そしてコメント欄にもリンクを貼っておくので、もしよかったらご登録の上ご、ご購読ください。えー、週に1回から3回、月々880円でお送りしています。そ,それでは本日も皆さん、深田萌えテレビをご視聴いただきましてありがとうございました。明日も深田萌えテレビをよろしくお願いします。